きだ、間違えました、びっくりしました、間違えました、申し訳ないです、頭がすごい混乱してきました、混乱してきました、食べたのはもう、お馬さんの背中を洗ったんですけど、民泊をやりまして、本作にちなみまして、お三方の修学旅行の思い出を伺いたいと思いますが、正源さんあります？思い出。思い出、もういっぱいあって、特にすごく印象深く残ってるのは、小学校6年生の時に行った広島への修学旅行なんですけれど。あ、そうか、もともとお生まれが。あ、生まれは兵庫県だったんですけれど、はいはいはい、広島の方まで行かせていただいて、2日目に宮島の方に、定番でこう行ったんですけれど、広島ってこのもんじゃ焼きが有名じゃないですか。で、みんなで行動班っていうのがあって、行動班っていう、この今回の撮影で言うと、その池園班みたいな、その場所を回る行動組の班があって、そのみんながもんじゃ焼き大好きだったので、絶対本場のもんじゃ食べようねっていう。ちょっと待ってください。今、広島は、はい、お好み焼きじゃないかっていう気がす。あ、お好み焼きだ、間違えました、びっくりしました、間違えました、そっから間違ってるのか、もんじゃ月島なんじゃないかと思ったんです、そうでした、間違えました、すごい客席ざわざわしてるから、申し訳ないです、お好み焼きだったらしいですね、お好み焼きでした、お好み焼きをこの絶対食べようねって話をしていたんですけれど、そのお店に入って、で、この注文表をこう見ながら、こう、これ食べたい、これ食べたいって言ってたら、みんなが、その、もんじゃを刺したり、お好み焼き刺したりして、なぜか、本当のお好み焼きを頼まずに、もんじゃと焼きそばを食べるっていう、そうなんです。何をしに行ったのかしらっていう。で、結局、広島でもんじゃを食べたんですか？そうなんです。広島でもんじゃを食べました。みんなお好み焼きが好きなグループで行ったんですけど、うん、そのメニューがちょっと美味しそうすぎて、うん、あとトッピングのところだと思ってたら、その焼きそばをトッピングできるところがあって、うん、で、じゃあ焼きそばトッピングでみたいな感じで言おうとしたら、あ、これ単品なので単品ですねっていう感じでそのまま行ってしまって、なぜかお好み焼きではなくもんじゃと焼きそばを食べるっていうのがエピソードがありました。いや、小坂さんも微笑んでる場合じゃなくて突っ込む場合ですよ、今の先輩として。なんでっていう。ちょっと間違えすぎて何が何だか途中から。最初の出だしが間違えちゃって。頭がすごい混乱してきました。混乱してました。食べたのはもんじゃだった。すいません。じゃあ、広島でいわゆる中にこう、そばが入ったお好み焼き食べてないってことなんですか？そうなんです。食べてないんです。あ、そうですか。悔しいです。悔しいんだったら食べればいいと思うんですけど。そういうこと、わかります。ありがとうございます。藤島さんはありますか？なんか思い、はい、私は北海道出身で、道外に出ることなく、東京なんて行くことなく、北海道内で、修学旅行が完結してしまったんですけど。修学旅行も北海道内で行くんですか？そうなんです。北海道内でした。どっからどこに行ったんですか？札幌から北海道の真ん中の方に行きました。都市名は忘れてしまったんですけど、はい、真ん中の方に行きました、のんびりバスに乗って、それでお馬さんの背中を洗ったんですけど、その乗ったじゃなくて背中を洗いました洗ったんで修学旅行でそのすごい長靴とか履いて、お馬さんの背中を洗ったりしてたんですけど、その時中学生の頃の修学旅行の話で、その時、髪の毛を縛らなきゃいけなかったので、はい、ツインテールにしていて、そうなんです。で、ちょっとゆるっとしたパーカーとか着ちゃったりして、なんか、モテみたいな。モテ意識みたいな。だって長靴履いて馬の背を洗ってるだけですよね。モテる要素あんまりない気がするんですけど。ツインテールでゆるゆるパーカー着てたので、なんか今考えたら、中学生の時から自分って羽川めぐちゃんだったなって思って、そうなんです。羽川めぐちゃんな中学生でした。はあ、結局馬には乗らなかった。あ、乗らないです。背中も洗いました。もうだから、お好み焼きは食べないし、馬にも乗らないって。はい、そんな修学旅行でしたね。わかりました。笑ってる場合ではありません。小坂さんはどんな修学旅行の思い出があるんですか？私は、中学生の修学旅行で長崎の方に行ったんですけど、その時に、民泊をやりまして。え、じゃあバラバラになるってことですか？はい、みんな、班を作って、その民泊班みたいなのがあって、そこで、実際に民家にお邪魔して、そこで泊めてもらうみたいな感じのことをして、ちょうど私が行ったのが農業と漁業をやってるお家の
方で、はい、行った初日は、まさか馬の背中を洗ったりはしてないですいや、馬はいなかったんですけど、玉ねぎ取ったりとか、こう、じゃがいも取ったりとかして、それを実際にご飯にしていただいて、次の日は朝の6時から船を出してもらって、海釣りに行って、それをお昼にご飯にしてもらうみたいな感じで、結構充実した民泊を過ごさせていただいて。長崎っぽくはないですけど、すごいですね、それは。はい、でもめちゃくちゃご飯も美味しかったですし、すごくお優しい方々だったので、すごいもう笑顔あふれる修学旅行を過ごしました。それはとても個性的な感じですね。わかりました。まあ、お三方とも相当に結構癖の強い感じの、癖強の3人のお話でした。ありがとうございます。お客様の中でも修学旅行の思い出エピソードがあるんではないかと、事前にアンケートを取りました。うん、16歳の方ですね、女性の方って、うん。憧れの男の子と写真を撮ることを修学旅行の目標にしていましたという方は。かわいい。それ私の話じゃないんですけど。ああ、そうなんですか。すいません、周りの、うん、女子の友達3人ぐらいが、うん、みんな好きな人がいて、うん、で。あ、違う人が好き。全員違う人が好きだった。みんな、なんかいろんなところで、私ちょっと、3人とも、うん、現場を見ることはできなかったんですけど、うん、それぞれのところで頑張って勇気出して声かけて写真を撮ることに成功したらしい、うん、あ、撮れた、あ、すごい、撮れた、撮れたそうです。で、他のお客様も拍手してる方ですよかったっていう。じゃあ見ました、その写真見せてもらいました。めっちゃ見てます。もうめっちゃ見てる。共有フォルダがあってそこに入れてくれてるので、うん、共有フォルダに入れてくれてるので入れられてること知ってんのかそれを日に日じゃないよ、なんか見てニヤニヤしてます。え、例えばどういうところで撮ってるんですか、写真。どんなところ。一人は海沿いで、海辺で、ときめいて。一人は最終日のレクリエーションの合間で、一人は食事中、一人でいると好きな人が一人でいるところを偶然発見して、うん、それ盗撮じゃないの、それ大丈夫。違う、ツーショットだね、ちゃんとあ、そう、あ、ちゃんと撮るよって、撮りましょう、撮りませんかみたいな感じで言ったらしいです。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ一旦マイクを。これね、まさにこの森谷君かけていくじゃないですか。はい、めぐちゃん属性ですね。めぐちゃん青春ですね、これは。どうでした、皆さん、ちょっと今の聞いてみて。私、撮ったことがあります。その、私の友達がその好きな人がいて、ちょっとちょっと協力してくないって言われて、任せろって言って、その集合写真みんなで撮ろうって言って、その子とはちょっと誰々見えないから前来てっていう風にして、この隣り合わせで撮れるようにちょっと仕組んだことがあります。すごい班長っぽくないですか。やってやりました。それめちゃくちゃ感謝されたんじゃないですか。あ、もうすごい感謝してもらって、ジュースおごってもらいましたいい思い出です。いい思い出だ、はい、小坂さんどうでした今の。いや、私も友達が撮ってるとこを目撃したことはあって、私もその話を聞いてたので、頑張って撮りたいなみたいな言ってるの、頑張れって応援してたら、こう私が友達と喋ってる時に、この辺で右斜めぐらいで見えたんですよね、その二人で撮ってるの見て、遠くからわーって拍手してましたまあ相当に勇気いることでしょうからね、なんかね、はい、でも修学旅行ってやっぱそういうのが起こりやすいので、うん、普段は言えないけど、なんか修学旅行マジックだなって思いますね、成功してよかったっていうね。よかった